はい、どうも皆さんこんにちは、コウキスマイルです。今回やる動画なんですけど、すっごいずっとやりたかったことを今日はやります。今回やるのは韓国風メンズメイクをやっていこうと思います。ということで初めてねやるので、ちょっといろいろね見ながらやっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツラーゴー。はい、こんな感じでございます。まあということで、こんな感じでね、いろいろねコスメというか化粧するものは準備したので、まあ早速やっていくんですけど、まずは多分ファンデーションをね塗っていくそうなので、早速ねファンデーションの方塗っていこうと思います。じゃーん。ファンデーションはこのずっと使いたかったキルカバーを使っていこうと思います。やばい、え、ちょっとすごくない？これやばくね？美容系みたいな感じじゃない？じゃーん、こんな感じでクリオだって、クリオ。やばい、え、マジで美容系？ちょっと怖いんだけど。わー、すごいすごいすごい。なんていうの、ここでこうやってパパパパパパってやっていくらしいんですけど、え、ちょっとやっていく、え、成功するとかな。まあ目指すはあの K-POP スターみたいな感じになりたいので。え、合ってる？ちょっと合ってるかわかんないけど、こんな感じだよね。うお、やば、すごい、感動なんだけど。すっごい、なんか香りもめっちゃいい、なんか良さそうな香りがしてる。すごい、肌が超白くなった感じ。やばくね？なんかニキビとかもね全部隠れてくれるね。韓国人ってさ、肌すごい白いしさ、綺麗じゃん。だから結構塗っていいんじゃない？これ見てください、わかるかな、超白くなった。すごい。これね03番を僕使ってるんですけど、うわやば、美容系みたいな感じのこと言っちゃったんですけど、03番を使ったんですけど、すごいね、めっちゃ白い、真っ白、こんな感じでできたんですけど、なんかちょっとさ、この鼻のとこくすみみたいな感じかな。このさ、これザセムのチップコンシーラーっていうやつねをちょっと塗っていきます。ここになんかやってる人がいたの。え、これ絶対さ、このファンデーションする前に塗るやつだよね。まあいいや、これ飛びそう。うわ怖っ、大丈夫？うわすごい、え、なんかすごいよこれ、なんかすげえ、キムキムみたいになってる。ここに塗る、こんな感じ塗った。そしたらちょっと何で伸ばそう、これでちょっと伸ばそう、ティッシュで。あ、すごい、消えた気がする。なんかさ、いい香りなんだけど、これもすごい、うん、いい感じ、消えた。なんかもう全部が隠れた感じがする、肌の全部が、嫌なとこ全部が隠れた。ちょっとヒゲのとこにも塗っとくか。まああんまりあのヒゲはね濃くはないんですけど、まあ塗っていきますっていうやつが一番濃いっていうね。なんか今これ塗ったんだけど、色が合ってない、合ってないよ全然色。え、大丈夫？本当にこれ上から塗る。ファンデーション塗れば色が合うわけやん。あれ、なんか合わないんだけど、ここだけ茶色くなってる。え、やば、え、普通に待って、やばい、どうしよう、ちょっと厚めに塗る。こんな感じできた、すごい、いい感じになったかもしれない。いいね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 、ワクワク。ヒゲのとこやったの失敗だった。まあいいや、うん、オッケーオッケーオッケー。で次にやっていくのが、まあ韓国人なの、何が大事かっていうと、多分ね肌の深みとか顔がちっちゃいみたいな感じだと思うんですよ、韓国人って。でそれに使うのがこれらしいです。このなんかトゥークールアートクラスバイロジンクリア3色あるんですけど、なんか調べたら、このなんか一番濃い色は男性とかは結構濃いめに使っても大丈夫らしい。でこれをちょっと濃いめにじゃあ取って、輪郭を描きます。ここで耳の下の骨からこう下にシュッてやっていくらしい。でくる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 ってやっていくらしいです。そう、めっちゃ僕調べたんですよ、そしたらそう書いてあったんで大丈夫だと思います。顔ちっちゃくなるわ絶対、これこうやってごまかせばいいんだけど、メイクだってさ技術だから。変わるの？これ変わってる？あ、変わってる。なんかすごいキュッてなってる気がする。こっちもこんなに適当な、あるかな。え、だけどさ、本当にさ、僕教える立場じゃないじゃん、だって初めてだもん。今ねパソコンで見ながらやってます。ちなみに、うわすごい、なんかシュッてなってるよね絶対。やば、
すごすぎる。で次はじゃあこの鼻のここに塗る、ね、この眉毛の こうやった時のこのラインにやっていく。まあこれもなんか濃いめのやつで、じゃあちょっとやっていこうかな。ちょ、濃いめに入れないと K-POP スターにはなれないんですよ、やっぱり。これマジで命かけてやんないと。こうやってここのラインね、に入れる。どう？見て、こんな感じにできた。描いた。なんかさ、モッドじゃね？どういう感じ？どう？あーすごいね、なんかこうなってる。キュンみたいな。で、次は鼻を描く。え、鼻描くってむずくね？どうやんの鼻描くって。え、鼻描くのってむずくね？すごい、見て鼻描いた。ちょっとぽい、ちょっとぽい。こんな感じ鼻って。だけど絶対最初よりは全然違う。もう違うもん、そもそもが骨格みたいなのが。え、アイプチもしたいな。僕二人になるとこんな感じなってなかった、全然恥ずかしい。え、じゃあ次何やればいいんだっけ。次何やればいいの。アイシャドウで目元をナチュラルに強調するらしい。韓国人はアイシャドウをしている男性が強い印象が多いから。なるほどなるほど。アイシャドウね、アイシャドウありますよ、僕ちゃんと。アイシャドウはこちらでございます。じゃん、これロム&のやつですね。ロム&のアイシャドウです。これをちょっと使っていきます。まずはアイシャドウの一番濃い色を塗って、目の際に塗る。一番濃い色って言ったらさ、これだよね。これを目の際に塗るらしい。え、怖いんだけど大丈夫？え、これ目に入んない？え、一番濃い色ってさ、ちょっと怖くない？いいの？ちょっと信じるよ、僕はこの生地を。ちょっと描きます。おお、すごい、見て変わってんの分かるかな。こんな感じ分かる？ここに描いた。次がまぶた全体に薄い色のアイシャドウを塗る。じゃあもう一段階薄いやつ塗るか。え、これじゃちょっと濃さそうだな。もう一段階薄いやつ塗るか。塗りまーす。すごいすごい感じ。あの、僕奥二重で、あの、すごいな感じなんですよ。だからちょっと変だかもしんないけど、こんな感じ。これで韓国アイメイクが完成らしいです。なるほど。え、ちょっとさ、キラキラ気になるんだけど。え、ちょっとキラキラつけたい。ちょっとつけてみていい？やば、見て、ふざけてキラキラさせたらやばいことになった。ちょっとキラキラはやばかった、さすがに。で、次は何？あ、もうなんか最後らしいよ、完成らしいよ、あとはちょっとで。え、ちょっとさ、こっちキラキラしたならさ、こっちもキラキラさせないとだよね。キラキラさせなきゃやばかった、マジで。ちょっとキラキラさせちゃうと女性感が強い。え、なんかフェイスパウダーも欲しいらしいよね。フェイスパウダーいらないの？あ、フェイスパウダーやっぱ使うらしい、顔に。ちょっとフェイスパウダーは、あの、違うやつあるんですけど、なんかちょっとそれ、あれなんで、ちょっとこれはね、韓国じゃないんですけど、ユアグラム使わせていただきます。これね、この間買いました。そう、結構ね、ユアグラムで買ったんですよ、いろいろ。まだだけど開けてなかったりとかするんですけど、ちょっとユアグラムの方はまた別でやろうと思います。じゃあこれをちょっと塗っていきます。これは、マーブル色みたいな感じで、すごいね、可愛い感じの色なんですよ。これどういう効果があるんだろう。マーブルフェイスパウダー02ってやつを使ってます、今。フェイスパウダーが何なのかは僕は分かりません。すごい、なんか一段階またちょっと肌が白くなった気がする。すごいね。あー、なんか最後らしい、完成にリップを塗ればいいらしいよ。リップリップリップはこれ薬用リップ塗ります。うん、薬用リップがいい。すごいいい感じできた。じゃああとはちょっとあのヘアセットみたいなのをちょっと簡単にして完成にします。お待ちください。では完成まで3、2、1、バーン。こんな感じです。見てください、どうですか。多分ね、遠目から見るとね、ちょっともしかしたら韓国人っぽくなったかもしれない。本当に初めて、ね、やったので、まあこの初めてのクオリティでこれならね、まあいいのかなっていう風に個人的には思います。
まああまりねそんなに変わってないんですけど、まあもうそれもねそれのはずで、そんなにがっつりねメイクをしたわけじゃなく、ナチュラルなねメイクを今回したので、誰かがやっているメイクを真似したりとか、そういうのはまたね別の日にやっていこうと思うので、よければまた見てください。はい、そんな感じでございます。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画がいいと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、コークスマイルでした。さよなら、バイバーイ。